姿勢をですね、教えていただければそう思って来ていただきました。世界の頂点ですよ、世界の頂点、それを支えてきた結城先生、その横にいるという、本当にこう、本当に申し訳ないなと、皆さん。これから例えばそのスケートを普及させるにあたって、必要なことっていうのは、どういったことがあるかなと思われますか。今度、八戸に室内リンクができますし、そういう、まあ、ちょっと、少し前進するような、まあ、リンクの存続であったり、そういうやる環境がまず奪われてしまうっていうことが一番まあ、避けたい出来事なので、まずその施設をしっかりと存続させるっていうこと、まあ、今回のオリンピックのように実際に選手が活躍をして氷の上で滑ってみたいっていうふうに実際に思ってくれる子どもたちが、まあ、少しずつ出てきているので、それをなんとかサポートしてくださる保護者の方がいるといいなと今の時点では思っています。やり遂げるために一生懸命になれるその一瞬一瞬を本当に自分らしく、皆さんがそれぞれの人生をしっかりと生き抜いてほしいなと思います。今日はありがとうございました。